日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらミスタードーナツ×鎧塚俊彦シェフプロデュースのチョコレートドーナツ、トリオレショコラ、ノワドココ、ピスターシュ、モンブランを食べたいと思います。今年もやってきましたね。新年初ミスドチョココラボ、今年も鎧塚さんのチョコレートしっかり堪能させていただきます。フレンチクルーラー生地の上にクリームを乗っけてるのかな。どれも色鮮やかで美味しそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まず今回はモンブランからいただきたいと思います。栗の味感じれるかな。ではサクッとした食感とそこから広がってくる苦味がさすがですね。毎年ミスド始めは毎よろなんだろう、うまく言えない、美味しいところとのコラボドーナツが来るんですけど、今年も外れなし鎧塚俊彦氏とのコラボドーナツ美味しくいただいてます。もっといろいろ食べたくなるなー。だけどなんて言ったらいいんだろう、モンブランは栗の甘み、ショコラはチョコの苦み、そしてピスタチオはのそしてさらにココナッツの食感も加わってる。であとは何かなと、やっぱり生地の苦みがすごい。ごちそうさまでした。いずれのドーナツも生地はかなりサクサクとしたフレンチクルーラーに近いタイプで、なんか噛んだ瞬間になんか苦めのチョコがぶわっと広がってきましたね。なのでドーナツ生地はかなり大人向けと言えます。その上でトリオレショコラはカリカリとしたアーモンドの食感と濃厚なチョコレートクリーム、こちらはちょっと甘めで生地との違いが出ていて美味しかったです。モンブランは栗のほのかな甘みがチョコレートの濃厚さがある合間合間で顔を出してくるのでしっかり感じることがありました。こちらの振れ幅を与えるために入れているような印象です。ピスターシュはクリームがたっぷりなんですが、ピスタチオの香りはそこまで感じられなかったです。もうちょっと多かったのも良かったかもしれません。そしてノワドココはナッツとは違ったザクザクとした食感がドーナツ生地とよく合っていて美味しかったです。割とシンプルでしたね、味わいが。キャラメルもそこまで、チョコが苦いので、あんまり苦いとは感じませんでした。なので、絶対にいいんで、チョコレートが苦めなので、上のトッピングは甘い方が美味しいかなと自分は、感じましたね。その中で言うと、やっぱり、最初に食べたモンブランが一番振り幅があって美味しく感じたので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。